アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の女性 R&B 歌手、シンガーソングライター。2005年のデビューアルバム、The Wait Is, および2007年のセカンドアルバム、Just Like You がプラチナディスクに認定された。ベッドアワードでのキーシャコールカリフォルニア州オークランドで育ち、アニショーンコールはラッパーで、ナットソと外して活動している。 キーシャの音楽キャリアのスタートは12歳の時。すでに有名だった MC ハマーのレコーディングに参加する機会があった。2001年メッシーマーブのヒット曲、ヌービアン、クイーンリミックスにコーラス参加するなど、この頃はサンフランシスコ、ベイエリアで活動していた。2002年、自身のキャリアを前に進めるために衝動的にベイエリアを離れた。その時の所持金は200ドル。 レンタカーで夜道をロサンゼルスに向かった。ロサンゼルスに到着して、数ヶ月後、A&M レコード社長のロンフェアの興味を引き、その年に A&M レコードと契約。ソロでの最初の作品は、2003年の映画バイカーボーイズのサウンドトラック、ゲットアップ。2004年は映画バーバーショップ2のサウンドトラック、ネバーを制作。この曲には、 ラッパーのイブが参加。2005年6月、デビューアルバム、The Way It Is をリリース、RIAA により、プラチナディスクに認定された。このアルバムからの4枚目シングル、Love が、自身初めてのビルボードトップ20入りの曲になった。2005年7月より、米ケーブルテレビベッドで、キーシャのリアリティショー、キーシャ、コール、The Way It Is が6週にわたって放送された。 2007年9月、セカンドアルバム、Just Like You をリリース、ビルボード初登場2位。リルキムとミッシー・エリオットをフィーチャーしたアルバムからの最初のシングル、Red It Go が、ベイビルボードで最高7位となり、キー社ャの作品中では一番のヒットになった。R&B、ヒップホップ部門では、初の1位を獲得。バラードの I Remember ヘブンセントも R&B ヒップホップチャートで連続1位を記録した。ベッドのキーシャ、コール、ザ・ウェイとイ,イズノにシーズン目が放送された。ベッドの発表ではこの番組はベッド市場で最高の視聴率だったとのこと。この年は映画へ出演し、MTV 制作の映画、ハウシー・ムーブスに本人役で登場した。2008年12月。 サードアルバム ,Different Me をリリース。最初のシングルは、コニパックをフィーチャーした、プレイヤーカーズライト。ありがとうございます。